明けましておめでとうございます。2023年降臨したね。なんかソシャゲで出てきそうだね。しかもめっちゃ美女で出てきそう。ソシャゲって何でも人にするよね。だから2023年擬人化みたいな。今日動画撮ってんのがね、あれなんだよね、1月1日なんだよね。だからもう1月1日からマリオカートやってる人はガチ勢しかいないんじゃないか説を私唱えたいね。さあみんなのレートチェックしてみます。あ、でも言ってもあれだね、そんなガチ勢、チャシュ勢ぐらいしかいないね。私と同じぐらいのレート帯しかいない。これなら勝てそう。いや、みんな年末何してた？いや、私はね、特になんも、もうゴロゴロ食ってご飯食ってみたいな、そういう生活をしてたね。さっきまであれ見てたね、格付け。みんな格付け見てた？いや、ガクトさん強かったね。格付けってどういう番組かっていうと、まあ、簡単に言うと、まあ、その、高いワインと安いワインを見分けるとか、そういう見極める系の番組だね。例えば100万円のワインと1万円のワイン。100万円の方はどっちでしょうみたいな。まあ、簡単に言うとそういう感じなんだけど、そうね、格付けの最後、あ、ごめんね、格付けやない人ここでネタバレあるんで動画終わったらしいんだけど、格付けの最後で出てきた問題が、高級なお肉と、なんかスーパーで買った普通のお肉と、3択だったんだよね。で、アライグマだね。この3種類。なんか私別にアライグマに、そんな思い出ってないんだけど、アライグマお肉にされるのかわいそうだなと思った。で、やっぱりガクト、正解してたね。正解してて、まあ、その最後に言ったセリフが、アライグマ、初めて食べたんですけど、美味しかったですね、みたいな。やめてくれ、ガクト。ガクトの影響力すごいんだからね、タピオカみたいな感じで、アライグマブームになるかもしんないから、なんかかわいそうだから、やめておくれ。さあ、うち、悪くないね、順位的に。私、2023年の目標はね、まあ、何かっていうと、やっぱり、登録者、111万人いくね。これは私の、2021、3年の目標ね。だから2023年の12月31日。いや、みんな登録者111万人いったねって言えるように、まあ、今年はやろうかなと思います。さあ、これ、私、投げといていいんじゃない？明けおめなハリーだね、ライバルは。さあ、明けおめなハリー。いや、礼儀正しいな。ここコーナーで差をつけて、私。みんな年末何してた？でもみんな年末何してたっていう表現が違うのかもね。年末なんて何もしないでゴロゴロしてるみたいなところが最高じゃん。だから逆に、みんな年末何してないだよね。何してない、これがいい日本語なのかもしれない。でもね、私ね、登録者111万人目指してやってんだけど、12月31日今年残り364日ぐらいあると思うんだけど、もう明日の動画のネタすらないで、残り364日私何して過ごしていけばいいのか分かんなくて、圧倒的1位私ここでしっかりあれを取ります。やべ、衝撃波を取りたい。あまりにも有言実行すぎた裏闘技場。衝撃波に煽りプレイするか。あー、衝撃波待ってあげたかったのにすまんな。見て、みんな、一番右、日村さんいるね。新年から、日村さんマリオカートやるんだね。あ、私、ここ初めてやるね。ここ新コースの気がすんね。さあ、日村さんお願いします。見て、左上、日村さん。あ、こんにちは。すごい、挙動不審だね。街中で不意に声をかけられた日村さん。挙動不審の日村さん出てきたね。今日日村さんに勝って終わろうかなと思います。日村さん実際どうなんだろうね、街中で声かけたら。うわ、眩しすぎる！まるでみんなの将来。オッケー、ここで好感度、視聴者の好感度をぶち上げてくれ、私。多いな、すごい多い人が。じゃ、しっかりこの人が多い。これ、私、先頭出たい。お前、日村。釣っちゃった。日村さん邪魔だ、マジで。オッケー。パキマ、パマキ、やばい。ここで、いや、1位に踊り出たいね。いや、私ね、2023年、つまり今年だね。今年の、まあ、やりたいゲームは、やっぱ、ゼルダの伝説、ブレス・オブ・ザ・ワイルドの新作、ゼルダの伝説、ティア・オブ・ザ・キングダム。これだね。これマジやりたいね、私。あとはなんだろう、結構、世間一般、いや一般的にもやっぱ、ティア・オブ・ザ・キングダムの知名度高いだろうね。うわ、なんだこれ、すごい、え、面白い、タイヤが転がってきてる。あ、これ、スピードに乗んないとゆっくりになるんだ。さあ、うますぎるよ、私。しっかり乗って、待って、日村さん全然来たいな。あと、ピクミン4も今年発売じゃなかったっけ？いや、ピクミン4ね、あつき、ピク、すごい、あつき、すごい、やべ、やべ、これ、逆にあり、マイケル来た、マイケル！新年発売か！ちなみにこれ、さっきもレースやってます。なんでこの人、新年発売かじゃないです。新年8マリカぐらいです。8回ぐらいやってます。なんで、発売かっていう情報にみんな、世界は情報の嘘だらけだからね、何か真実か何か本当か、コンフィデンスマン見たことあります。あれ結構面白いね、コンフィデンスマン。待って、どうしようかな、あつき。これ使う。こっちから行けるんじゃん、私。私が行く道が道になるからね。それが信念。うますぎるよ、私。やっちまった、やっちまった。ガチでやっちまった。調子に乗ってしまった。
じゃまだ4位だもんね。言ってもよ、いい、いい。やべ、日村さん弱くない？もしかして。日村、待って、日村さんこれ1位か弱いかの2択だね。さあ、飛べ。じゃまだ2レース目だもんね。このコース長いわ、結構。やばい、当たるね、わっち。熱すぎ。そこで青コーラ飛んでくのマジ熱い。で、ここさっきミスったのが、これ空中からいけるわ、空中から。ここで落ちちゃったんだもんね。さあ、しっかり取る。マリオいる。本人かな、これ。やばい、危ねえ。これ。いや、マリオやってたよ、私。いや、でかすぎる、でかすぎる。ここで4位はでかい。いや、マリオいるな。風来てるし、ありえねえ、マジで。いや、1個取りでいいか、1個取り、2個取りしなくていい。コーヒー豆落ちてる。これ取る。いや、3位浮上まで来てるよ。やっべ、ハートキャーアイテム取ったのに取れてねえんだけど。マジ日村さんマジ弱いわ。どこにいんのあいつ、あいつって言っちゃった。